日本人に嫌われる行動していませんか？皆さんこんにちは、ヒロです。日本に住んだり日本人と一緒に働く人、最近増えてきましたよね。でも日本人に絶対にしてはいけない行動ってあるんですね。もしもあなたがそれをしてしまうと、どんなに仲が良くても一瞬で壊れてしまうんですね。今日は日本人に対して絶対にしてはいけない行動を5つ紹介します。それでは早速始めましょう。1つ目は時間です。皆さんが知っているように、日本人というのは時間に対してすごく厳しいんですね。例えば日本には電車というものがあります。他の国では電車が時間通りに来ることはほとんどありません。でも日本では1分1秒でも遅れることが許されないんです。日本では2分おきに電車が時間通りに来るんですね。それぐらい日本人にとっての時間というのは大切なんですね。特に会社で働く場合、これはもっと大切になってきます。8時に会社が始まる場合、日本人のほとんどは10分前には会社に行くんですね。だから7時50分にはみんな会社にいることになっています。でも日本人が厳しいのは始まる時間だけなんですね。終わる時間に対しては日本人ほとんど気にしないんです。例えば11時に会議があるとしますよね。終わる時間は12時です。11時の前に日本人はみんな集まります。でも終わるのは12時半や1時でもいいんですね。日本人は始まる時間にはすごく厳しいのに、終わる時間にはすごく緩いんですね。だから日本で働く時は始まる時間を気をつけましょうね。2つ目、嘘をつかないことです。日本人は嘘をつかれることがすごく嫌いなんですね。例えば会社を休みたい時、もしもし家族に少し不幸なことがありまして、明日出勤できません、こんな風に電話をかけたとしますね。でも実際は友達と遊びに行きたいから休みます。もしもこの嘘が会社にバレてしまった場合、あなたの信用はなくなってしまうんですね。日本で働く場合、この信用がすごく大切なんです。信用がある人は少しミスをしても怒られるだけで終わりますよね。でも信用がない人の場合、ミスをすると最悪クビになってしまう可能性もあるんですね。だから信用をなくすような行動はやめてください。特に嘘をつくということは日本では一番やってはいけない行動ですよ。3つ目が責任を持たないことです。自分の言葉には責任を持ちましょう。日本で働く時にはそれがとても大切です。例えば会社から来週が期限の仕事をもらいました。でも仕事が終わらなくて、上司にそのまま報告しますね。この仕事終わりませんでした。でも私の責任じゃないですよ。上司がこんなたくさんの仕事を渡したからですよ。そんなことは言っちゃダメですね。自分が仕事をもらった時、難しくて終わらない時はまず上司に相談してください。そしたら他の人が手伝ってくれたりもしますよね。何も言わずに責任だけ逃げてしまうのは本当にダメです。自分の言葉には責任を持つようにしてください。4つ目、声が大きすぎることです。日本人は静かなことを好む民族です。公共の場所、車やバス、電車、そういったところでは大きな声で騒ぐことはやめましょう。もちろん楽しい時ってたくさんありますよね。でも日本で生活する場合は声の母音を少し下げて話すようにしてください。もしもレストランや公共の場所で大きい声で話しすぎると嫌われてしまいますし、最悪追い出されてしまうこともあるんですね。だから自分の声のボリュームには気をつけてください。5つ目、ルールを守ることです。日本にはたくさんのルールがあります。守っているから日本という国があるんですね。外国の人でも日本に住む場合はルール、みんなと協力することが日本人の生き方なんですね。ルールを守って正しく生きましょう。今日は日本人が本当に嫌いな5つのことを紹介しました。この行動をしてしまうと日本人に嫌われてしまう可能性もあります。しっかり気をつけてください。そしたら今日の動画はこれで終わりです。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバイ。